コーパスは言語学において自然言語処理の研究に用いるため自然言語の文章を構造化し大規模に集積したもの構造化し言語的な情報を付与している言語学以外では全集を意味することもあり言語学でも日本語を扱う場合には言語全集名詞全集動詞全集などと呼ぶと良いコンピュータ利用が進み電子化データとして提供されている 身体を意味するラテン語コーパスに由来する。複数型はラテン語コーポラ。英語式複数型とした英語コーポセスの使用も参見される。大規模なコーパスの作成には相当の費用と時間がかかる。使用する文章に関わる著作権など法的問題が発生するためである。データ作成の手間はあるが、コンピュータ利用によりそれ以前に比べ、 かなりの労力軽減と多様な構造化が実現した。日本では国立国語研究所が1億語の収録を目指すことの破計画を進めている。構造化した言語データを一般利用するという観点からは賛成動画、ウィズダムへは和英辞典の用例を用例コーパスとして一時期で無料公開していた。日本でコーパスを一般に広く知らしめたのは 英語学者の東野幸男である。2003年 NHK 教育テレビジョン100語でスタート。英会話で英語コーパスを教材に活用した放送授業を展開し、それまで専門家しか知らなかったコーパスを一般的な存在へ変えた。2009年には新シリーズとしてズバリコーパスをタイトルに入れたコーパス100で英会話が放送されている。ありがとうございます。